こんにちは、徳島夫婦でございます。今これ何ですか？これ台湾のビールで、おすすめって言ったね、はい、18日以内に製造したものしか出さないという日本人に聞いた台湾ビールのおすすめでした。ちょっと味どうですか、このビール？すっきりさっぱりで美味しい、ね、うまいね、飲みやすいですね、うん、うまい、うまいと思いました。今は、はい、台中、はい、移動してきました。で、紹介お友達が紹介してくれた、お友達が紹介していただいた台中の美味しいお店というところに、はい、エリックさんの店です。この店です。エリックさん、めっちゃいい人、めっちゃいい人やね、めっちゃいい人。いや、なんか人気のメニューを出していただきましたので、私と池ちゃんの、はい、食リポでございますね、はい、この麺が、ね、美味しそうじゃないですか、はい、なんか一番人気、はい、マンチン、お隣 の、 あの台湾の人におすすめしてもらったやつです。はい、じゃあこれからいきましょうか、はい、わ、なんかこう好きな感じの懐かしい麺、うわ、これめっちゃうまそう、これ絶対うまいやつや、うん、笑ってます。みんなが好きな味、美味しい、絶対美味しい、絶対美味しいやつ。どっち、何系の味ですか？ちょっとニンニク、そう、醤油系ってことですか？うん、醤油とニンニクと、うん、かな、うまいやつや。甘みが、うん、甘みがあるんやね、うん、このあの、うん、だろう、この懐かしいあのチキンラーメンみたいな、チキンラーメンみたいなやつやね、これね、これね、またがたまらん、八角は、うん、八角はあんまり感じない、これが美味しい。これなんですか？なんかね、たくあんみたいなの、あ、たくあん、漬物みたいな、卵のやつもあれですよね、なんかよく見ますよね、このこれいいんですか、煮卵言ってください、卵これは煮卵ですけど、いいですか、はい、いただきます。煮卵、煮卵ね、なんかコンビニで煮卵めっちゃ売ってるんですよね。台湾人めっちゃ食べるんでしょうね、あれね、ね、美味しい、はい、で続いて、じゃあこちら、こちら、はい、これが野菜炒め、はい、野菜炒め、はい、台湾わかんない、はい、野菜炒め、なんか売りっていう、あ、これが売りか、うん、さっき言ってた、うん、野菜、こんな丸いね、美味しそうな、はい、売りとか、おすすめですね、はい、ちょっと何か、このお店のエリックさんのお店のおすすめ、これは何だ、これ、つまり何これ、はい、入れます、はい、食べてください、うん、ちょっとちょこちょこ取って入れますよ、うん、で、これなんかあれやね、ガチョウの内臓みたいなのが入ってますね、うん、ガチョウがおすすめってね、はい、ガチョウ、台湾というのがガチョウです。日本人に言われた、そう、ちょっと入れました、これはガチョウ、これがガチョウ、ガチョウの内臓じゃない、ホルモンじゃないですか、初めて食べます、はい、微妙、あ、身の、あ、硬いってことね、うん、でもね、うん、思ったより食べやすいというか、馴染みのある味、うん、なんていうの、美味しいです、美味しい、うん、食べてみて、あ、でも硬すぎもなく、コリコリするけど、酸っぱいけど、うん、味付けもバッチリです、こっちです、うまいじゃないですか、これ、どれ、うん、こっち、これ取ってなかったね、なんかブニョブニョします。ブニョブニョします。ブニョブニョ。ほら見て。ブニョブニョ。これを取ってみます。なんかお芋？いや、餅。餅っぽいね。もちもち。エリックさんがね、ものすごい動きをしてですね。うん、ものすごい動きなんですよ、エリックちゃんが。かかります。すごい親切。うん、あ、肉が入ってるんですか、肉詰めの、小籠包的な、包まれていますね、うん、ちょっと包まれそうなぐらいな感じ、めっちゃ美味しい、これ多分みんな好きやと思う、うん、そしてこちらは、お、こちらは肉団子みたいな、何が分からん、肉やね、肉団子やね、これめっちゃ美味しい、好き、これなんか辛いやつ、あ、これね、うん、辛いやつって言われてちょっとだけちょうだいって、うんうん、持ってみ、あ、すごい辛いやね、
すごい辛い。すごい辛い。まあ、でも、美味しいよ。すっごいなんか新鮮な感じで。リュウちゃんもちょっと食べてみてよ。イケちゃんもこれ麺を食べてみてよ。めっちゃね、懐かしい。やっぱこっちは八角の味がしますね。うん。うん、で八角めっちゃ好きなんですよね。でも好きとすぎないね。イケちゃんが八角が好きということが発覚したんですよね、今日ね。好きな親父ギャグ、親父ギャグ。そうそう。リュウちゃんは八角が、まあ、そんな得意じゃないことも発覚しましたね。でも食べれなくはない。うん。だんだん美味しくなってきてないですか。なんか俺八角結構美味しくなってきたよ。うん。おいしいやろこれおすすめ麺これ涼介さん絶対めっちゃ食べたい俺も食べてみようかなちょっと俺も食べてみていいですかどうぞこの麺を台湾麺うん絶対好きだと思う、うん、皿ごと取った、うん、これはね、うん、受験生のおすすめ、うん、男の人が絶対懐かしい味や美味しい、うん、好きやろ絶対ハマるよね、うん、絶対好きこれ何分でも食べれるやつ何味って言われたらあれちょっと甘い醤油のわっ煮卵うまいこれはねちょっと漬物がね入っとんやって、うん、お醤油ベースのニンニクがちょっと入って、うん、あ多少の甘みもあるってデイちゃんと同じこと、うん、同じことそのね、黄色いちっちゃいのが漬物なんやそれがいいアクセントなんやって、うん、うまいね、うん、これは白菜かなんかかな大根や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 な日本のものが好きなんですかね、リキさんね。あとでちょっとここの Google マップのリンクを貼っておりますので、よかったら台湾に来たらですね、うん、エリックさんあの人です。エリックさんが一生懸命作ってくれた。若い時はこんな顔をしてたんです。ということで、エリックさんのお店からお送りしました。では、さようなら。失礼します。